今から出演していただくのはシャムネコ娘さんです。心の闇、恋愛、失恋で受けた心の傷を実体験をもとに歌っています。メンヘラシンガーシャムネコ娘です。切なくも美しいメロディーを繊細な歌声で歌い上げます。それではよろしくお願いします。はじめまして、シャムネコ娘と申します。病んでる歌を歌っています。神奈川県で活動していますが、生まれも育ちも宮城県です。1曲目は、この宮城県で、初めて付き合った彼氏の曲を歌にしたので、その曲を歌わせていただきたいと思います。聴いてください。ボーダー。Oh.
がとうございました。ボーダーでした。改めまして、メイヘルシンガーと称して活動しておりますシャムネコ娘と申します。実体験をもとに失恋恋愛ソングを歌っています。次の曲は、私シャムネコ娘という名前で活動をしているんですが、代々シャムネコを飼っていて、シャムネコが好きなのでシャムネコ娘という名前なんですが、初代シャムネコが18歳でこの世を去りまして、その時に何かこの世にの曲を残したいと思って作った曲です。猫を思った歌ですが、大切な人を思って聴いていただけると嬉しいです。聴いてください。白と黒。
ントでした。最後の曲になります。この日にライブに来た日のためにと言っても過言ではないようなものなんですが、本日新曲がリリースされまして、その曲を歌わせていただきます。ありがとうございます。私実体験をもとに歌を書いてるんですが、なぜか毎回毎回蟹座の方と縁があって、蟹座の彼氏ばっかりいるので蟹座の曲を作りました。本日蟹座の方いらっしゃいますか？おお、ピエさん。メンヘラソングと言って歌ってるんですが、今回の曲だけ、こんなガラクタみたいな私を愛してくれた、メンヘラハッピーソングを歌わせていただきます。曲名が、蟹座でキャンサーという曲です。聴いてください。キャンサー。しまえと願っていたあの頃、愛も犠牲も存在しない、自分にそう言い聞かせて、顔もなほど求められて、トゲが抜け落ちてく夜だって、君の熱を心ごと私を温めてくれた。それだけで君に徒歩出されて、優しく甘い糸で縛る苦しい二人抱き合うように、一生守るよ、バカじゃないのと、はぐらかしたあの頃、君が私何度も踏みとどまったここで、前が身を撫でては避けて、海にかける君の手も、あの時のあの仕草、今も
た。おはようもおやすみもくだらない長電話も四六時中に遅れた。今年も梅雨が去りゆく頃送りさ気のない文字を打つ届かな。独特な世界観 と衣装も手作りだそうです。すごいシャムネコをイメージして自分で作したのがすごい可愛くて、ちょっと私も着たいななんて思ったりしたんですけどありがとうございました